それで、The official agenda for India's G20 presidents emphasizes the demands of poor countries. 役人たちのアジェンダ、インド G20 の議長国としての役人たちのアジェンダは、貧困国の要求を強調している。For inclusive growth、包括的な成長。誰にも取り残さない包括的な成長。クライメートファイナンス、気象変動に対する予算付け。More representative multilateral institution and progress on the UN's sustainable development goals, which has been set back by the fallout from COVID-19. コロナで、コロナからのフォールアウトって、なんて言うのかな。普通は副産物は、これ副産物だな、後遺症。コロナの後遺症によって後戻りしてしまっている、SDGs における、UN、国連の SDGs における進歩、それから代表的なリプレゼンタティブ、代表的なマルタラテラル、多国籍組織、多国籍組織のより多国籍組織に対してだから、まあ、すごく貧困国に対してその需要を強調してるわけですね。それがだから誰も取り残さない成長とか、気象変動に伴う資金援助とか、資金のファイナンス資金、それからリプレゼンタティブ代表的な多国籍組織機関とか、でそうしたそれからあと SDGs の国連の SDGs の進歩ですね。でそれらはコロナによっての後遺症によって遅れてきている。で India will probably never get the permanent seat on the UN Security Council that it wants, so it's trying to work through other forums, sayMohan Kumar, a former Indian ambassador to France, who leads search on the G20 at the Jindal School of International Affairs near Delhi. で、インドは多分、まあ、そう、彼がインドを求めてるんだけども、国連の安全保障理事会の、常任理事国には決してなれないだろうと。だから、インドは他のフォーラムをすることによって、それを他のフォーラムを通じて働きかけようとしているとモハン・クマールは言っている。で彼はフランスの、インドの元大使で、G20 の研究をインドジンダルスクールオブインターナショナルアフェアデイの近くで G20 の研究をリードしているということですね。3月27日。